ルノー14ルノー14は、フランスの自動車製造会社、ルノーが1976年から1983年の間に生産した乗用車である。フォルクスワーゲンゴルフやシトロエンジン S などがひしめき、後の C セグメントとなるヨーロッパで最も重要な小型ファミリーカークラスに向けて投入されたルノーの切り札であった。1970年に創業を開始した。 トゥエー工場の主力生産者となった。ボディアのドアハッチバックのみの展開で、縦置き FWD に固執していたルノーが初めて、横置き FWD レイアウトを採用した記念すべきモデルでもある。とはいえそのパワーユニットは、PSA と共同開発したもので、エンジン、ギアボックスは先にデビューしていた、プジョー104と共通である。スタイリングは一見簡素だが、ウェッジシェイプや、 前後のフェンダーに膨らみを持たせた処理など、他の、しかしその斬新なスタイリングを用なしに見立てた広告が一般大衆には受け入れられず早々に打ち止めになったり、販売もかんばしくないスタートだったという。広い室内やフリフラットや取り外しのできるリアシートなどもセールスポイントだったが、早期のボディ腐食問題などもあり、評判は悪化した。 1980年にマイナーチェンジを実施、フロントマスクなどを小変更したフェーズに移行。後に、ルノーは装備を充実させるなどして、評判の巻き返しを図ったが、最初についてしまったイメージを拭えないまま、7年という、短命で999,193台を生産した後、1983年に、後継のルノー Q11 に後を譲った。 2000年代には母国フランスでも滅多に見ることはない気象モデル。日本市場への正規導入はなかった。デビュー当初は、エルとトルコリラのニトリムのみで、全車プジョー104と共通の 1218cc、サイチェシー直列4気筒の X5G 型を後方に72度傾けて、ギアボックスをエンジン下に抱え込み、上部の空いたスペースには、 スペアタイヤが搭載されたダンテジアコーサとも、アレックイジゴニスともまた違うプジョー方式であった。1979年に追加された TS は 1361CCX6J 型を搭載。組み合わされるトランスミッションは、ギアボックスは4段 MT と5段 MT。ありがとうございます。